皆様こんにちは。ソーリーマルの水槽実況動画解説第13話を始めます。今日はですね、大体2つのことを話したいと思います。1つがフィルターシステムにこういうフローリングシートを入れてみたこと、もう一つはソーリーマルが餌を食おうとしている時の飛んでる姿を撮影してみたいことです。二つですね。どっちから進めしようか。じゃあもっと飛ぶことを後にして、このフローリングシートについて話したいと思います。これはですね、普通の小さいスーパーで買って、中身は35枚もあり、たとえ週に3枚ずつ水替えの時変えても、2ヶ月半は持ちますから、なかなかのお買い得だと思います。で、2パックの形で売ってましたから、2パック買って、これで、5ヶ月ぐらいは持ちます。ではフィルターを撮影します。見ている通り、こういう綿スポンジの、白いスポンジの下に貼ってありますね、このフローリングシート。もちろんその前には、水で流してました。こういう感じで、ここのトレーン1枚は必ず貼ってあります。で、なぜか真ん中に貼っているかというと、前はこのこちらの部分、下の部分にこのフローリングシートを貼ってみましたが、それが水が溜まりすぎて、水のレベルがいつもこの辺になっちゃってますから、そういうこぼれる恐れがありましたから、はい、それはどうやって解決するかとネットで見ましたら、なんと第一層のこのスポンジの下に、フローリングシートを敷くと、なんとこの水がたまらないようになりました。でもこちら竹炭竹炭のトレーにはまだ書いていませんね。まだこの一番下のところにこのフローリングシートが貼ってあります。でも、こちらの水の、流量はそんなに激しくないから、そんなに多くないから、別にいいかと思って、溜まってたら、水のレベルが溜まってたら、その時に変えればいいと思ってます。はい。で、フィルターのローのことですけれども、これは実は、爆安石ですね。シンガポールの100円ショップに似たような店で、これを2ドル、いわば、150円ぐらいで1パック、600グラムの1パックを買って、それをトレーごとに入れてあります。それが入れてあります。では、餌をやる前に早速今日の水に関することわざ紹介したいと思います。今日のことわざは、水かけ論。水かけ論、水かけとは水を引くこと。日照りが続き、下水状態にあるときに、農夫がお互いの田に
水を引くためにお互いの異なりを通そうと延々と議論するのが、元々の水かけ論。そこから現在はお互いの議教が論教が異なり、いつまでたっても結論に達しない議論のこと。ではもう一度説明いたします。水かけ論とは、水かけとは水の、水かけとは水を引くこと。日照りが続き下水状態にあるときに、農夫がお互いの田に水を引くためにお互いの異なりを通そうと延々と議論するのがもともとの水かけ論。そこから現在はお互いの論教が異なり、いつまでたっても結論に達しない議論のこと、との解説でございました。以上、水かけ論でした。では餌やる期間に移ります。今度はこういうある虫じゃなくてカブトムシの、そういう、なんつうの、虫には見えますが、実はカブトの子供で、これが大好物、これが大好物のようで、すぐ食べたがってますね。そういうもの。では飛んでください。早速今日こそ飛ぶ姿は見えるのでしょうか。見えないですね。もう一度やってみます。今度は、フォークをやってみます。食いにくいですね。あら、息落ちた、息落ちた。まあ、後で救います。飛ぶか。お、飛んだ。珍しく。いやー、今日は成功。よかった。久々に、飛ぶ姿を撮影できた。もう水面にだいぶは落ちちゃってますから、飛ぶより血の食べてますね。そういうもの。ジグザグもこのミールウォームが、大好きなのです。さあ、もう一度飛んでくれるかどうか。そこまで終えてないからなかなか飛ばないね。そういうものはフォークのそういう刺してるところに水が、虫が一匹しか残ってないので、それを飛ぶ害があるかどうか、飛び害があるかどうか、多分今のソリマルはそれを考えてます。多分飛ばないね。やはり小さい虫一匹はソーリーマルの興味をそそらないことです。私を睨んだ先。ではもう一回ミュールウォームを食って、もう一匹でした。今度は飛んでくれるかな。口がフォーク、口がソーリーマル。そろそろ時間切りなので飛んでくれ。飛ばないですね。ちょっと待ちましょう。こっちだよ、こっち、こっち。いや、多分その2個の LED 発光ダイオードが明るすぎてめまいがしてるかも。時間切れなので、虫を落として、はい、こういうパクパク状態、せめてパクしてる状態撮影して、
はい、見ていただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。